課長、大丈夫なんですか？お家火事だったんですよね。今日中に処理しないといけないやつがあって持ち帰ってやろうかと思って。こんにちは。エンゼル生命保険の篠田です。お前の家族に保険金をかけた書類。トス鉄夫、随分と幸せにやってたんだな。絶対家族には手を出さないでください。おかしいな。普通だったら警察にいますよとか言う。なんで言わないの？警察に言いますよ。舐めてんのか。はい、おっさん立て。娘を守って目障りな人間を殺す。これは正義だ。誰も殺してない。待てよ、息子。うちは稼ぎ頭を失った。お前のその苦しみが分かる。お前はヒーローの仮面をかぶった。大悪党は危険な目だ。あれ食ってやる。マトリの銃を小林。本当に知りません。彼氏を殺したお父さんを追い詰める刑事になった娘、半グレ、警察、情報屋、そして犯罪組織。この結末一体どうなる。映画マイホームヒーロー。家族は僕の全てだ。